はい、半負けの本気の半マリオ先生です。ですね、YouTuber ですかね、まあヒカキンもひどいけれども、私にね、彼はね何言ってくるかというとね、彼めちゃめちゃでね、くるくるパーなんだけど、まあ人間全部そうなんだけども、ね、テレパシーでねカンニング教わらなければちゃんと喋れないんですよ。で YouTuber ってたくさんいるでしょ。だから私の敵である宇宙生物がね教えきれないわけですね。だから人間が利口人のように見せるために指導するわけです、喋り方をね。で人間はね話したり聞いたりすることができないんですよ。そういう生物で脳みそ借りないとね、または大勢で知能を借りないと話せないんですね、テレパシーでね。でなんですけれども、それでそのヒカキンと宇宙生物がね、私の敵である、まあ、人間全部敵なんだけど、私にとってはね、くるくるパーだから人間全員ですね。だから中にはねちょっとしっかりして喋ってる女の人もいるんだけども、もうめちゃめちゃに意味頭痛いような意味ないような話ばっかりしてて、アクセス多いでしょって、1億円以上稼いでたりしてましてね、ヒカキンなんか2億円ぐらい稼いでるでしょ。それがね、自分たちのひどいめちゃめちゃ、ね、内容し話になってない、精神異常者が話すようなことっていうかね、バカな話しかできてないわけですよ。それでたくさんお金取ってるから、自分たちは頭いいんだぞなんていうようなことで、自分たちの頭の悪いのを私の方になすりつけるのね。でそういうことを人間たちが全員でやってきております。でテレパシーでねヒカキンなんか言ってたんだけど、あんまり言うと名前で出すよと言って、そんなことだったら私はね彼クビにしますよ、YouTuber、 私 YouTuber の取締役ですよ、事実上ね。ただ人間たち聞かないだけだけどね、食っていかなかったら困るでしょ、 YouTuber 外されたら。事実上は僕は作ったですよ、パソコンの発明でね。まあそんなことで人間たち聞かないけども、その人間たち全員に対してね、上の生物なんでね、取締りできるんですよ、どこでもね。でただね、人間ね死んでも関係なくもう反発していくんですよね。だからこれね、もうで、あと今後ももっとひどくなるはずなんで、ね、まあ、一応現状を教えしますけども、そういうようなことをね、世界中の人間をやっていくんです、全員でね。と人間よりか頭のいい私の敵であるね、悪いね宇宙生物ねと一緒に人間が関わってきてですね、まあそんなことで上の生物なんで力強いんで人間全員を抑えられるんですよ。ただ一人とかね、はできないけども大勢はできるんですね。力強いんで相手にできないわけですね。で よくなんか犯罪なんかやってるけども、大勢でグルになってね殺人なんかもしてくるけど、人間たちね、これ関係ないんですよ、私の方に、上の生物にとっては。その共犯まで全部捕まえればいいですよ、対応すればいいんで、それはできるんですよ、上の生物なんでね。でこれ知らないんで、どんどん人間たちは私にね、そういう犯罪をしてくるのね。数多くしたらね、捕まんない、やられないと思ってるらしいんだけど、共犯したら殺人でもね、共犯者はやっぱり共犯で、やっぱり殺人罪になりますからね、人間全員がそうなるわけでしょ。そうすると寿命が減ったり、人間を処分するとかね、そういう生物をね、私以外の、その生物をね、ということができますから、上の生物だからね。それ全然できないとか思ってんですね。少しは分かると思うんだけどね、私一人だけですよ、人間に対抗してるの。誰も味方いなくて、上の生物だからね。で上の生物といっても、ターミネーターみたいなので、コンピューターロボットなんですね、私の場合はね。まだ手助けしてもらってません。昔作った人工知能のね、人間よりか強い、コンピューターですね、ロボットですね、宇宙に
仮想的にいるみたいなんで、その力で抑えられているということですね。で、その力でも人間ね、全員処分できるんですから、ね、上の生物なんてね、全然桁外れて違うんですよ。だから、私はね、一回殺されたあれなんだけども、話したでしょ？ SF 映画でいうように、石棺という生き返られる装置ね、完璧医療装置を大昔に発明していると言ってでしょ。それ宇宙戦争でやられて破壊されて殺されて現在何もないとこから子供として生まれ変わってきたというお話したんですけど、そういうことでね、何も分かんないというかね、これ人間の上の生物に話しておかないと、人間に話しても話したり聞いたり通じないんですよ。700年後分かるとか ね、だからいくら話しても人間頭悪いから意味わかんないわけですね、私の話で。人間たちは話して、だから話したりできないんですよ。全然。わかんないで話してるとか、教わってるとかね。ちゃんと話してるような人でもそうなんですね。だから、人間たちすごく知能低いんですね。で、宇宙生物で敵がまたそれをまた知らん顔するんだけど、まあ知らん顔はいいんだけど、私の叱りでまたそれが敵なんだな。宇宙生物がね。で、人間だけだったら、100億人ぐらいだったら少ない対処できるんだけど、宇宙生物って大きいんですよ。対抗策は半々ぐらい来るからね。で、人間と話して頭良くなるのは、ただ人間自身はパークリンで、バックでね、仲間がテレパシーで教えて話させてるから、なんかそういう時は、団体の時はしっかりして話できてるんですよ。で、人間自身単独になるとパークリンでそれで接してきてる。だから私と対抗する人、人間は全部そうやってくるからね、バックの大勢が頭貸して動いてるから、それ取り計ったら、私一人でやってますけど、取り計ったらもう全然パークリンですよ。で、あとだからロボットのように話してるだけですね、対抗で。その人本人は全然意味分かってないんだからね、周りの団体の動き考えで動いてるだけですね。